とね、キイちゃん。荷物持ってくれて。どういたしまして。この真夏の暑い時に重そうな荷物持ってるももっちを見かけたら放っておけないっすよ。部活のお買い出しっすか？うん。本当は一人で持てる分だけ買うつもりだったんだけど、お店が特売だったからついいろいろ買っちゃって。大変っすね、マネージャーも。そんなことないよ。あ、ねえ、ちょっとそこのバーガーショップに寄ってかない？持ってくれたお礼に飲み物おごらせて。いいっすよ、お礼なんて。私がしたいの。行こ。じゃあ、お言葉に甘えて。あー、涼しい。生き返るって感じっすね。キちゃん、この席で待ってて。何飲む？お、炭酸系で。わかった。財布だけ持って。あった。じゃあ行ってくるね。あの、落とされましたよ。あ、どうもっす。って、あれ、クロコッチ？キセ君、どうしてここに？たまたま寄ったんすよ。クロコッチこそどうして？僕、ここのバニラシェイクが好きなんです。それより、この写真、落ちましたよ。ああ、サンキューっす。モモッチが財布をカバンから出した時に落ちたのかも。あれ、これって…キイちゃん、お待たせ。テプトン？桃井さん、こんにちは。すごい偶然。ねえねえ、一緒に座ろ。はい、お邪魔します。全然お邪魔じゃないよ。モモッチ、これカバンから落ちたみたいっすよ。クロコッチが拾ってくれたんす。そうなの？ありがとう、テツ君。どういたしまして。モモッチ、あの時のっすね、その写真。うん、みんなと一緒に撮って気に入ってるから、いつも手帳に挟んでるの。中二でしたよね。大変でしたけど、楽しかったですね。うん、楽しかったよね。抵抗祭プロコのバスケ CD ドラマシアター第2ゲーム。それが僕たちのバスケです。サツキ。アオミネ君。ああ、緑も一緒なんだね。ああ、そこで会ったのだよ。桃井は何をやってるんだ？宣伝係だよ。うちのクラス、ここの教室でクレープ屋さんやってるの。お前、俺にはクレープ作る係って言ってなかったか？それは、いろいろあるの。どうせ焼こうとして失敗しまくったんだろ。ほんと、料理の才能ないね。うるさいな。青峰くんには関係ないでしょ。ねえ、みどりん、食べていかない？遠慮するのだよ。俺はこれから行かなくてはいけないところがある。何かあるの？先生術研究会に占い師の助っ人を頼まれたのだよ。は？お前が占い師？じゃあ何か、その手に持ってるでっかい巻貝で占うのか？俺が占うならおはーさ占いに決まっているのだよ。この貝は今日のラッキーアイテムのホラ貝だ。おはーさ占いって、それ占い師必要なの？桃井、何か言ったか？ああ、別に。青峰くんはこれからどうするの？うん、俺は適当にブラブラする。あ、そういやお前、クイズ犬の、なんとかってやつに参加すんのか？なんとか？クイズ犬が主催するスタンプラリーのことか？作りが凝っていて、毎年抵抗祭の目玉になっているそうだな。ああ、多分それだ。クラスのやつから二人一組の参加だからサツキを誘いたいけどいいかって聞かれた。なんで青峰くんに聞くの？知らねえ。勝手にしろっつっといたけど、来たか？そういえば、でもよく知らない人だから断っちゃった。大方、例の噂を信じたんだろうな。噂って？くだらん噂だ。俺はもう行くのだよ。じゃあ俺も行くわ。うん、またね。さて、クレープいかがですか？桃井さん、交代の時間だよ。宣伝係変わるね。うん、お願い。さあ、私はどこ行こうかな。ねえ、桃井さんはやっぱり青峰くんとスタンプラリーに参加するの？え、参加しないよ。なんで？しないの？てっきり青峰くんとだと。ああ、そっか、参加
しなくてもいいってこと？え、どういうこと？もしかしてスタンプラリーの噂知らないの？うん。女子の間ではこの話有名なんだよ。あのね、クイズ研のスタンプラリーに男女ペアで出場して優勝するとそのペアは幸せなカップルになれるんだって。幸せなカップル？それって桃井さん、どうかした？なんでもない。教えてくれてありがとう。じゃあ私遊んでくるね。幸せなカップルか。鉄くんと参加できたら。いや、でもそんなことになったら死んじゃうよ。桃井さん、一緒にクイズ研のスタンプラリーに参加してくれませんか？桃井さん、お水です。ありがとう。ごめんね、鉄くん。いえ、でも大丈夫ですか？もしかしてカレーが辛かったですか？ううん、鉄くんのカレーとっても美味しいよ。それに鉄くんの格好もすっごくかっこいい。ありがとうございます。羊の格好でカレー屋さんなんてちょっと変かなと思ったんですけど。すっごくいいよ、似合ってる。お持ち帰りしたいくらい。すみません、お持ち帰り用のカレーは用意してないんです。話噛み合ってないけど大丈夫。はあ、それでスタンプラリーのことなんですけど。私でよければ一緒に出よう。ありがとうございます。友達の都合が悪くなって困っていたところなんです。友達？それって女の子？いえ、男の子ですけど。本当？よかった。あれ？てつくんはスタンプラリーになんで参加したいの？なんでって、優勝商品が欲しいんです。今年はレブロン・ジェームスモデルのバッシュらしくて。バッシュ？でもスタンプラリーに参加するには二人一組じゃないといけないので、桃井さんがいて助かりました。そっか、てつくんはあの噂知らないんだね。噂って何ですか？気にしないで。スタンプラリー頑張ろうね。はい、よろしくお願いします。じゃあ1時に第2グラウンドの前で、そこでスタンプラリーの受付をするそうですから。うん、わかった。午後の1時ね。じゃあす。お帰りなさいませ、旦那様。あれ、クロコッチ見に来たっすよ。マジ執事なんすね。似合ってるっす。どうも。キセ君もすごいですね。そうっすか？すごいですよねえ、桃井さん。うん、キイちゃん、なんで前髪上げて軍服着て勲章ジャラジャラさせてるの？これうちのクラスの衣装なんすよ。キセ君のクラスはお芝居でもやってるんですか？うん、縁日っす。縁日ってそういう格好でするもの？いや、クラスの女子に衣装をお願いしといたら、当日蓋を開けてみてびっくりってやつっすわ。ほんとびっくりだね。縁日隣の隣の教室でやってるんで、ももっちもクロコッチも遊びに来てね。うん。キセ君、こんなところで油売ってていいんですか？クラスの方は。俺の担当時間は終わったんすよ。で着替えに行くついでに寄ったんす。いや、それにしてもクロコッチ似合ってるっすね。そうですか？うん、すっごく似合ってるよ。かっこいいもん。カレーにカレーを振る舞うというのがコンセプトです。ダジャレっすね。素敵なセンスだね。そうくるっすか？あ、もしかして俺とクロコッチが並ぶと意外と似合うんじゃないですかね。何がですか？ちょっと俺の隣に立ってみて。はあ。そう、こう並んで。どうすか、ももっち、見た感じは。コンセプトは青年将校とその執事っす。二人ともかっこいいよ。でしょ。よし、クロコッチ、一緒に写真撮らないっすか？この格好でですか？この格好だからっすよ。俺カメラ持ってるんで。ああ、私が撮るよ。だから後で一枚ちょうだい。せっかくなので桃井さんも一緒に写ったらどうですか？いいの？はい、いいですよね、キセ君。もちろん。ももっちはお姫様ってことで。あ、
ああ、だったらもう一人一緒に撮りたい人がいるっす。ちょっと呼んでくるんで待ってて。一緒に撮りたい人って誰でしょう。そう、あっちこっち。ああ、クロチンとサッチンだ。ムッカン？紫バラ君すごいですね。あ、そう？そうだよ。なんでレースひらひらリボンたっぷりふっくらドレスに縦巻きロールのズラかぶってんの？あ、縁日だから。どうすか、驚くっしょ。驚くっていうか呆然というか。なんでこのチョイス？いや、紫っちってば、背が高すぎてレンタルした服の中で合うサイズのがなかったんすよ。で、唯一着れたのがこのドレスだったみたいな。みたいなって。もともとはどんな女性のために用意されたドレスなんでしょう。紫っち、あれやってよ。あ、うん、まあいいよ。あれって？まあ見てて。うん。ご飯がないならお菓子を食べればいいじゃない。なんてムックンにぴったりなセリフ。すごく圧倒されました。でしょ、なんとなくやってみたらすげーハマってお客さんの受けもいいんすよ。ね、うちの院に来てみたくなったでしょ。うん。もしかしてこの4人で写真撮るんですか？カオスですね。そんなことないっすよ。何何、写真撮るの？撮ろう撮ろう。じゃあここに並んで、俺誰かにカメラ頼むんで。あ、すいません。紫原君、カメラお願いします。僕の前に立たないでください。丸かぶりです。あらら、そう。みんないいっすか？はい、スマイル。黒チンとこのカレー食べていきたいな。いいですけど、クラスはいいんですか？よくない。そろそろ帰らないと。ちゃんと取れてたんで今度プリントして渡すね。うん、じゃあ俺教室に戻るね。おい、よろしくっす。あ、クロコッチ、紫っちにあれやってあげてよ。あれですか？俺が入ってきた時にも言ってたこのお店の挨拶っすよ。ああ、わかりました。いってらっしゃいませ旦那様。うん、行ってくる。またね。私もそろそろ行こうかな。そうですか。ではまた後で。うん、楽しみにしてるね。モモッチはこの後どこに？特に決めてないけど、おすすめはある？そりゃうちのクラスの縁日って言いたいとこっすけど、今ならちょうどドンピシャで面白いおすすめがあるっす。何？アカシッチの無双伝説っすよ。アカシ君の無双伝説？大手。負けました。すげえ、将棋部部長相手に素人が勝った。なんということじゃ、今のはまさに神の一手。これが部長の実力とはな。まあ多少は楽しめたが。ほらね、アカシッチは無双でしょ。うん、アカシ君ほんと強いね。クロコッチのとこ行く前にアカシッチに会って、これから将棋部に行くって言ってたんで、ちょうど今頃勝負がついてる頃かなって。なんで将棋部に入らないんだろうって思ってたけど、勝負にならないからなのね。ちなみに今日はすでに囲碁部とオセロ部にも行って勝ってきたらしいっすよ。え、そんなに？もうそれって道場破りじゃない？いや、道場破りっていうより、あの場合。さあ、5人勝ち抜くともらえる商品は何だったかな？商品は食堂の食券半年分だ。持ってけ泥棒。おー、すごい豪華。っていうか5人も勝ち抜いたの？あんなの序の口っすよ。囲碁部では8連勝、オセロ部では10連勝だったって。おかげでほら、アカシッチの足元にある袋もらった商品でパンパンじゃないっすか。本当だ、すごい量でしょ。あれはもう道場破りっていうより賞金稼ぎっすね。バウンティーハンターアカシ。
ください。どうしよう。スタンプラリーに参加する人は2人1組で、ただでさえ見つけにくいのに、お人が多いと。サツキ、桃井さん、鉄くん、よかった、鉄くんと会えないかと思った。すみません、こんなに混むとは思わなくて。盛況なんだね。おい、俺は無視かよ。対応に差がありすぎじゃねえか。別に無視したわけじゃないもん。鉄くんしか目に入らなかっただけだもん。それを無視って言うんだろ。違うね、鉄くん。僕に振られても困ります。それより桃井さん、受付を済ませないと。ああ、そうだね。うん、受付ってこれから何かすんのか。クイズ犬のスタンプラリーです。ああ、あれか。珍しいな、鉄がそんなのに出るなんて。そうですか。楽しいと思いますよ。商品もいいですし。商品って、レブロン・ジェームスモデルのバッシュです。マジで？それ欲しかったやつだ。もらえんのか？優勝すればもらえます。よっしゃ、おてつ、俺と一緒に参加しろ。んだよ、さつき。んだよじゃないよ。てつくんは私と参加するんだから。いいじゃねえか。さつきはバッシュに興味ねえだろ。興味なくてもラリーには興味あるの。お前より俺の方が運動神経いいんだから変われ。メインはクイズだもん。青峰くんじゃ足手まといだよ。俺の勘をなめんなよ。勘だけじゃクイズは勝てないの。この強情な。何よ、青峰くんのガングロクロスケ。ガングロクロスケ、なんだそりゃ。見たまんまじゃん。あの、二人とも落ち着いて。もう、鉄くんは私と出るんだから。俺と出るんだ。青峰くん、鉄くん離してよ。お前こそ話せ。痛いです。3人して何やってんすか。こんなところでクロコッチの綱引きして痛がってるんすよ。ごめんね、タツコ。腕がちぎれるかと思いました。やったく、サツキが強情でバカ力だから。それは青峰くんでしょ。まあまあ、2人とも落ち着いて。キセ君もスタンプラリーに参加するんですか。そのつもりだったんすけど。何かあったの？あ、そういえばパートナーは？それなんすよ。俺も参加したいんすけど、俺と組みたいって子がたくさんいて喧嘩になっちゃって。モテるって辛いっすね。あ、やべえ、そろそろ受付終了するっぽいぞ。もう参加できなかったら青峰くんのせいだからね。スルーされると恥ずかしいんすけど。あの、僕の意見を聞いてもらえますか。ん？なんだ。僕は桃井さんと、青峰くんは木瀬くんと組んだらどうですか。鉄くん。おい鉄、なんで俺が木瀬なんかと組まねえといけねえんだよ。青峰っち、なんかってひどくないっすか。なんかって、そもそも僕は最初に桃井さんを誘ったんです。だから今になって青峰くんと組むわけにはいきません。頭固えな。それに僕と青峰くんはバスケの相性はいいですけど、他はさっぱりですから、ペアは無理だと思います。それもそうか。よし、キセ、お前と組んでやる。めっちゃ上から目線なのはなんでなんすか。なんだよ、問題あんのか。いや、ないっす。よし、決まりだな。鉄、違うチームになったからには手加減しねえぞ。はい、僕も全力で戦って君に勝ちます。俺も負けないっすよ。私も絶対鉄くんと優勝。さつき、危ねえ。青峰っち、ナイスキャッチ。桃井さん、大丈夫ですか。立ちくらみですか。鉄くんと参加できると思ったら嬉しくてめまいが。おい鉄、今からでも俺が組んでやるぞ。いえ、いろいろ不安ですが大丈夫です。不安なんじゃないですか。桃井さん、気を確かに持ってください。一緒に頑張りましょう。うん。チェックメイト。そんな、負けた。すげえ、チェス部の部長相手に素人が勝った。なんということじゃ。今のはまさに神へと続く一手。なかなか楽しませてもらったよ。それで、優勝した際の賞品は何だったかな。マイウボ1年分だ。もらっていくよ。
いい暇つぶしになった。くっそー、もう来るなー。さて、次はどこに行くかな。参加者の皆さんは受付で受け取ったバンドで二人三脚を作り、スタートラインに並んでください。桃井さん、足痛くないですか？バンドきついですか？全然ちょうどいい。完璧にちょうどいいよ。そうですか。それじゃあ歩き方ですけど、内側の足から踏み出しましょう。任せてて。大丈夫ですか？もちろん。はあ、1、2、1、2。よし、まあリズム的にはこんな感じだろう。なんだよ、ため息なんかついて。だってしょっぱくないっすか？え？見てよ周りを。男女ペアが多いっつのに、なんで俺たちは男同士で肩組んでんすか？仕方ねえだろ、他に相手がいなかったんだからよ。だけどこう男女ペアばっかだと若干気持ちが萎えるっていうか。別に誰とペアを組もうがいいだろ、要は優勝できればいいんだからね。なんか今さらに気持ちが萎えること言われたっす。あ？それではこれよりクイズゲーム主催スタンプラリーを開始いたします。第一ゲームは二人三脚です。スタート地点から第二グラウンドを横断し端まで走ってください。なお第二グラウンドには各種トラップがありますのでご注意ください。トラップ？それではよーい、一斉に駆け出しました。トップは青峰くん、キセくんペアです。キセ、おめえ遅えよ。青峰っちが早すぎなんすよ。トップのペア、二人三脚とは思えないスピードで走りながら喧嘩をしております。もう青峰くんったら。でもさすがキセくんです。青峰くんのスピードになんとかついていっています。私たちも急がないとね。いえ、もう少し様子を見ましょう。さっきのアナウンスが気になります。さっきの？あ、キセ、ここ曲がるぞ。あ、なんで？いいから曲がれ。どうしたことでしょう？アオミネ君、キセ君ペア、突然曲がりました。どうしたんすか、アオミネッチ。なんつうか、嫌な感じがしたんだよ。なんと、ここでトラックの落とし穴が発動。先頭集団が多数脱落しました。やっぱな、そんな気がしたんだよ、あそこ。落とし穴分かったんすか？なんとなく。なんとなく面白くなってきたな。これぐらいのスリルがねえと眠くなるぜ。よし、キセ、突っ走るぞ。あ、いや、少し慎重に行かないと俺らも穴に落ちるっすよ。俺の勘を信じろ。信じて大丈夫なんすか？大丈夫じゃねえときは、なんとかしろ。むちゃくちゃっす。グダグダ言うな、行くぞ。グラウンドに落とし穴って本格的すぎ。スピードは落ちますが、ここは慎重に。他の人が走った後を行く方が良さそうですね。そうするとどうしても順位が下がっちゃうよ。大丈夫です、まだこれ第一ゲームですから、後からいくらでも巻き返せますよ。よし、一番で通過だぜ。はい、一番のペアの方、足のバンドを外したらスタンプカードを出してください。スタンプ押しますから。外してった。はい、カード。はい、確かに。それでは第2ゲームに入りますが、準備はいいですか？ああ、何でも来い。第2ゲームは借り物競争です。この箱からくじを1枚選んで引いてください。青峰っち引いて。ああ、よし。じゃあこれな。紙にお題が書いてあるので、それに合ったものをここに持ってきてください。そうすればクリアです。なんだ、簡単じゃねえか。あ？アオミネチ、俺も見たいっす。ヒーロー参上？おい、クズケン、これが借り物のお題ってどういうことだ？はい、そのお題に合うものを集めてここに持ってきてくださいということです。では、行ってらっしゃい。行ってらっしゃいって言われても。ヒーローってなんすか？レブロン・ジェームスとかっすかね？どうやって連れてくるんだよ。そうっすね。そうだ、お前モノマネしろ。
あ？そういうの得意だろ。誰でもいいからヒーローやれ。なんすかその無茶ぶり。俺別にモノマネが得意ってわけじゃないっすよ。いいからやれ。じゃあ似てなくても知らないっすからね。ですよ。この桜吹雪散らせるもんなら散らしてみやがれ。すまんね。やれって言ったのは青峰っちじゃないですか。ひどいっす。それのどこがモノマネなんだよ。単にジャケット脱いだだけだろ。ほら次やれ。あー暴君だ。青峰くんたちなんでこんなところで漫才してんだろう。桃井さん、それよりも僕たちの借り物競争のお題ですけど。あ、そうだね。でもこれどうしよう。貝を海外しく解放するってどういうこと？クイズ犬にはダジャレ好きがいるようですね。ってそんなことは置いといて、海外しくってどうしたらいいのかな。ひとまず貝を探しましょう。海産系を扱ってるところを探して、そこで貝をもらえば貝をゴミから解放したことになります。なるほど。貝を扱ってそうな模擬店って、あ、何か思い出しましたか。うん、ちょっと思い当たっちゃった。あのね、ここが先生術研究会の部室ですか。うん、確かここにいるって。鉄くん、本当にやるの？はい、桃井さんの案はとてもいいと思いましたから。大丈夫かな。きっとどうにかなりますよ。黒子と桃井、なぜここにいる？あ、緑、遊びに来たよ。いいだろう。ちょうど手が空いたところだ。お前たちを占ってやる。うん。あのね、緑。なんだ？今日のカニ座のラッキーアイテム、なんだっけ？さっき教えただろ。ホラ貝なのだよ。ね、ちょっと見せてもらっていい？構わないが、落とすなよ。ありがとう。ホラ貝って貝なんだよね。ごめん、緑。は？鉄くんパス。な、俺のホラ貝。緑馬くん、ホラ貝は確かに僕がいただきました。返して欲しければ僕を捕まえてください。待て、黒子。待って、二人とも。待て、黒子。くそ、人が多すぎて追いつけないのだよ。捕まえられるもんなら捕まえてごらんなさい。です。黒子。わー、鉄くん、かっこいい。どこがなのだよ。どこだ。こっちに来たと思ったが。おい、みどちその声は紫ばら。なんて格好しているのだよお前は。ああ、ドレス。そんなものは見たくはないが見ればわかる。なぜドレスを着ているのだよ。縁日だから。答えになってないのだよ。あれ、ムックン、こんなとこでどうしたの。ちょっと休憩してるんだ。ここのベンチ日当たりいいんだよね。その格好で。着替えるの面倒だから。その格好の方が歩くの面倒そうだけど。サッチンとミドチンこそこんな裏庭に何しに来たの。そうだったのだよ。俺は黒子を見つけなくてはいけないのだよ。ああ、黒チン。黒チンならここにいるけど。なんだと。どこだ。ほら、俺の後ろに隠れてる。あ、黒子、もう逃げられんぞ。いえ、逃げ切ります。いくら緑馬くんでも紫バラくんが盾では捕まえられない。そんなもの紫バラが自主的にどけばいいだけの話だろうが。あ、紫バラ、そこをどけ。あ、紫バラくん、どかないでください。紫バラ、いいからそこをどけ。ムックン、少しだけ緑の邪魔してクレープおごるから。うん、捕まえた。桃井、卑怯だぞ。鉄くん、今のうち。はい。黒子。キー、私の下着盗むなんて踏んづけてやる。
誰だよそれ。最近下着泥棒を捕まえた近所に住んでるニューハーフのお松さんす。知るかよそんなやつ。そんなこと言ったってもうご近所ヒーローぐらいしかネタが残ってないっす。仕方ねえな。あ、じゃあクイズ犬のやつに桜吹雪ネタを見せるか。一番最初のやつじゃないっすか。だったら今までのモノマネは一体。ほら行くぞ。はい。あれ、どうした。なんかどっかから緑マッチの声が。あ、お、あれじゃねえか。なんだあれ。待て、記録を。待てません、あと少しですから。ネツ君、頑張って。ねえねえ、サチ、クレープは。クレープ。クロコ。クロコッチが逃げて緑マッチが追いかけて、それをモモッチが追いかけて、紫っちがモモッチにまとわりついてるって感じっすか。何やってんだあいつら。おそらく借り物競争のお題に合格するためのものですね。誰。クイズ犬の第二ゲームの担当者です。いきなり会話に参加しないでほしいっす。お題にってあの追いかけっこがか。はい、貝を海外しく解放するのお題ですね。貝を海外しく。お題、そっか、それだ。借り物持ってきました。はい、合格です。スタンプを押しますね。これで一段落です。何が一段落だというのだよ。俺のラッキーアイテムを返せ。あ、はい、どうもありがとうございました。貴様、一体どういうつもりか説明してもらおうか。緑、落ち着いて。これにはちゃんと訳があるの。それは当然俺が納得できるわけなんだろうな。それはどうなのだよ桃井。はい、捕まえた。え、モモッチと紫っち捕まえたっす。あらら、なんで俺捕まっちゃうの。貴様、桃井は今俺と話して。おい、緑馬と鉄も捕まえた。何をするんだ青峰。青峰君、首に手を回すのやめてください。苦しいです。しょうがねえだろ、こうしてないとお前ら逃げるかもしれないし。一体何なのだよ青峰。まあまあ緑マッチ落ち着いて。クイズ犬の人揃ったよ。はい。ヒーロー参上。はあ、だからヒーローっすよヒーロー。俺たち6人揃ってカラーレンジャーみたいな。ブルーの青峰っち、ブラックのクロコッチ、グリーンの緑マッチ、パープルの紫っち、イエローが俺で、こう言ってんのピンクはモモッチ。ね、バッチリじゃん。なんだそれ。なるほど、ここに明石くんがいれば完璧だったのに。貴様、貴様というやつはどこまでふざける。大丈夫緑、怒鳴りすぎで喉痛めたんじゃない。ねえねえサチン、そんなことよりクレープは。そんなことって。でどうよクイズ犬の人。合格です。よっしゃ、よかった貴様。おい青峰、いい加減手を離せ。お、悪い緑馬くん、いろいろ振り回してすみませんでした。黒子。あのね緑、これにはいろいろ訳があって。もういい、俺に近寄るな。これ以上お前たちに関わるとろくなことがないのだよ。サッチン、クレープ。あーごめん。はい、クレープの引き換え券。私のクラスでクレープの模擬店やってるから行ってみて。うん、ありがとう。さあ桃井さん、次のゲームに進みましょう。そうだね、優勝するんだもんね。はい。第3ゲームは第一視聴覚室で行われるので、そちらに行ってください。よし行くぞ。規制遅れんなよ。俺、期待には応えるタイプっすよ。1、2、3、上がりだ。参りました。すげえ、ハッピー人生ゲーム部の部長相手に素人が勝った。なんということじゃ、ハッピー人生ゲームであんなに差がつくとは。まさに人生の勝ち組だ。それなりに楽しませてもらったよ。それで勝つと何がもらえるんだったかな。チロロチョコ3年分だ。いただいていくよ。
次はどこへ行こうか。あ、なんだあいつ、なんであんなにでかい袋引っ張ってんだ。季節外れのサンタクロース。いい加減、荷物が重いな。仕方ない、今日は終わりにしよう。はい、これで第5ゲームの迷路はクリアです。やったー。ここまでいいペースで来られましたね。いいペースどころか、暫定でお二人が1位です。え、本当ですか。はい、最後はもう一度二人三脚をしてスタート地点の第2グラウンドまで走ればゴールです。わかりました、桃井さん、あと少しです。二人三脚頑張りましょう。うん、鉄くん幸せになろうね。え、ああはい、優勝してお祝いしましょう。出られた。ったく、めんどくせえ迷路だったぜ。青峰くん、キイちゃん、あれ、クロコッチとモモッチ。まずいです、桃井さん、急ぎましょう。うん、せーの、間違え。クイズ研主催スタンプラリーも戦闘集団が戻ってきてもおかしくはない時刻となってまいりました。さて、1位を獲得するのはどのペアか。おお、とうとう1位のペアが第2グラウンドに現れました。先頭は黒子くん、桃井さんペア。桃井さん、あと少しです。黒子くん、桃井さんペア、順調な走りでゴールを目指しています。このまま単独トップでゴールか。おっと、ここで青峰くん、キセくんペアが現れた。1位、足手まといはごめんなんすよ。黒子くん、桃井さんペア逃げる。しかし青峰くん、キセくんペア早い早い早い。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。おっと、追いついた。俺たちの勝ちだ。なんてことでしょう。ゴール一歩手前、最後の最後でトラップ発動。黒子くん、桃井さんペア、青峰くん、キセくんペア、捕獲網で中ブラリンだ。こんなところで。くそ、なんか嫌な予感はしたんだ。だったら前みたく避けてほしいっす。仕方ねえだろ、ゴール直前でそれどころじゃなかったんだよ。青峰くん、耳元で叫ばないでください。おっと、ここで第2グラウンドに新たなペアが到着だ。あれは牧藤君、それに菅原さん。鉄君、知ってるの？クラスメイトです。おい、このまま行くと牧藤と菅原ってやつらが。ゴール優勝は牧藤君、菅原さんペアです。抵抗祭ももう終わりか。あっという間だね。そうですね。スタンプラリー惜しかったね。あと少しだったのに。はい、ようやく場所が手に入ると思ったのに。珍しいね。え？鉄くんが何かをすっごく欲しがるのって今まで見たことなかったから。デブロンが好きなの？いえ、僕はそんなに場所に興味はないんです。ん？じゃあなんでそんな？お礼です。お礼って誰に？青峰くんに。青峰くん？なんで？僕が今こうやってバスケをやっているのは青峰くんのおかげなんです。え？僕がまだレギュラーになる前、三軍にいた頃、僕は自分の限界を感じていました。どんなに練習してもうまくならない。きっとバスケは僕に向いていないと思ったんです。バスケ部をやめようと思います。はあ、なんでだよ。バスケは好きですけど、僕の力ではとてもチームの役に立てそうにありません。チームに必要ない選手なんていねえよ。え？
とえ試合に出られなくても一軍のやつらより文字通り誰よりも遅くまで残って練習してるやつが全く無力なんて話あってたまるかよ。少なくとも俺はそんなお前を見て尊敬してたし、もっと頑張ろうと思えたんだ。青峰君、諦めなければ必ずできるとは言わねえけど、諦めたら何も残んねえ。そうだろ。青峰。明石、紫原。ミネチン、こんなとこにいたんだ。最近見ないと思っていたら、第四体育館とはな。ここは三軍用だろ。ああ、一軍用の体育館は人が多くて。まあどこで練習しても構わないが。彼は？うん、いつも一緒に練習してんだ。名前は鉄。あれ、こんな人いたっけ。一軍じゃねえからな、まだ三軍なんだ。なんだ。ねえ赤チン、もう行こうよ。いや、彼に少し興味がある。面白いな、初めて見るタイプだ。もしかしたら俺たちとは全く異質の才能を秘めているかもしれない。え、それからは桃井さんの知っている通りです。明石君が僕に新しいプレースタイルを教えてくれて、僕はレギュラーになれた。そんなことがあったんだ。はい、今レギュラーのみんなと一緒にバスケができてすごく楽しいです。バスケをやめなくて本当に良かった。けどそれはあの時青峰君が諦めるなと言ってくれたからなんです。だからお礼しようって思ったんだ。レブロンの抜粋、青峰君欲しがってたもんね。はい、青峰君がスタンプラリーに参加すると言い出した時はちょっと焦りました。やっぱりお礼ですから、自分の手で獲得したものを渡したかったので。いいな。ね、いいよね、男の子って友情っていうか絆っていうか憧れる。桃井さん、青峰君へのお礼、この先チャンスは何度だってあると思うな。だって私たちチームメイトだもんね。はい。あ、どうしたの？桃井さん、これからちょっといいですか？え、うん、どうかした？今日付き合ってもらったお礼に僕の秘密の特等席を紹介します。秘密の特等席？はい、どうします？もちろん行ってみたい。じゃあ決まりですね。なんだよお前ら、こんなとこにいたのか。クロコッチモモッチ、焼きそば食わないっすか？いっぱい買ったんすよ。本当にいっぱい買いましたね。だろ、30パックあるぞ。そんなに？しかもそれどれもパックから溢れるぐらい大盛りじゃない。閉店間際に行ったらおまけしてくれたっす。レブロンの抜粋逃した腹いせに食ってやろうと思ってな。腹いせって。あ、ねえ鉄くん、青峰くんたちも誘わない？そうですね、みんなで行きましょう。あ、どこへ？秘密。あ、皆さん足元に段差があるので気をつけてください。へえ、休館の屋上ってこんなとこなのか。でもここ勝手に入っちゃっていいの？鍵かかってないからいいんじゃないですか。皆さんこっちです。てつくん、一体何を。はあ、お、景色すげえ。見晴らし超いいっすね。僕が大好きな景色です。特に今みたいに太陽が沈んですぐの時間は世界の色が優しく見えます。ほんとだ、淡い青に染まってる。綺麗。
なんか不思議な感じっすね。ああ。鉄くん、よかったね。はい。青峰くん、喜んでるよ。バッシュじゃなくても、俺、できたね。え？ね？はい。ありがとうございます。おい、何二人でこそこそ話してんだよ。青峰くんには教えない。なんだそれ。お前たち、ここで何をしているんだ。あれ、黒チンだ。やっほー。勝手にこんなところに上がったら危ないだろう。ムック、ミドリン、それに明石くんまで、どうしてここに。お前らが休館に入っていくのが見えたからな。何かろくでもないことをするんじゃないかと思って来たんだよ。僕たち、すっかり危険人物に指定されてますね。紫っちたちも俺たちのこと追いかけてきたんすか。うん、赤チンがお菓子分けてくれるって言うからここで待ち合わせしてたんだ。景色いいところで食べる方がいいじゃない。赤子でもお菓子を買いすぎたりすんのか。まさか、商品にいろいろもらいすぎたんだ。やっぱり賞金稼ぎだ。クロチン、お菓子少し食べる。はい、いただきます。じゃ、俺らもここで焼きそば食うか。そうっすね。あ、緑マッチもどうすか。ふん、仕方ない、もらってやるのだよ。あれ、ミドリン、ちょっと機嫌がいい。別に、ただ模擬店手伝った報酬にオハーサグッズがもらえて気分がいいだけだ。それって機嫌がいいって言うんじゃ。桃井さん、このチョコレート美味しいですよ。あ、食べたい。俺も食べたい。紫バラ、食べこぼすな。ごめん。アカシッチも焼きそばどうすか。嫌いじゃないっすよね。焼きそば嫌いなやつなんているのか。青峰、それは偏見だ。じゃあ嫌いなのかよ。嫌いではないな。じゃあどうぞ。でも紅生姜は嫌いだ。妙な好き嫌いすんなよ。アカシ君、こっちの焼きそばは紅生姜乗ってないですよ。もらおうか。サツキも焼きそば食うだろう。ん。あ、ねえ、みんなで写真撮ろうよ。おお、いいっすね。俺カメラ持ってるし、みんな近寄って。めんどくせえ。そんなこと言わないの。真ん中に写ると早死にするというな。じゃあミドチン真ん中行ってよ。なぜそうなる。じゃあ僕が真ん中になります。いや、ダメだよ鉄くん。真ん中は青峰くんでいいよ。なんで俺なんだよ。殺しても死にそうもないじゃない。確かに。お前ら、なあ、もう並ばないならそのまま撮るっすよ。タイマーセット。全員カメラを見ろ。はい。あのあと大変だったよね。空になった焼きそばのパックが風に飛ばされてそうそう、ゴミを散らかすなって赤シッチに叱られて、全員で屋上中走り回ったっすよね。紫原くんのお菓子も飛ばされてましたそうだった、懐かしいな。楽しかったな、みんなと一緒で。ももっちごめんね、やっぱ昔のことを思い出すとちょっとね。大丈夫ですよ、桃井さん。え？バスケを続けている限り、きっとどこかでつながります。それに、桃井さんとの約束、忘れてないです。約束って？青峰君に勝つと。ウィンターカップで、約束を守ります。鉄君。うん。でも、そう簡単に東欧は負けないよ。私がついてるもん。そうでしたね。まあそこは安心してよ。クロコッチが負けたとしても、次こそは会場が青峰っちたちを倒すから。キセ君の出番はないと思います。ひどっちょっと楽しみかも。はい。どんなに苦しくても、どんなに辛くても、やっぱり楽しくてやめられない。それが僕たちのバスケです。んじゃあ、お互いの健闘を祈って乾杯。乾杯。でも紙コップで乾杯ってかっこ悪いよね。
しかも僕バニラシェイクです。へえ、いいじゃないですか別に。